やったやったね、ハートありがとう、金魚もありがとう。いや一回目見れなかった、あら全然今見てくれてるから嬉しいよ。ちゃんとZOZOが届いて洗濯物して食器も洗った偉い偉い偉すぎる。そうだよ偉いでしょ。やっぱりさ、でも洗濯物さ、なんか朝か昨日の夜なのか分かんないけどさ、なんか干されててさ、他の家族のものが、それをさ、なんかピッピッって避けてやったすごい、そうだよ。こんばんは。皆さん、でも今日もそうだよね、平日だから普通にお仕事に行ってた方が多いのかな。お仕事に行かれた方はもう帰ってきましたか？早くご飯食べてお風呂入って着替えて歯磨いて髪の毛乾かして寝るんだよちょっと細かかったかな。帰ってきた、おかえり、偉いです。晩酌してる、いいね。のんびり配信見ようかな、いいねわかる。なんか私も夜人のショールーム見るの好き。でもなんか自分が喋ってない分やっぱりいっぱい話してほしいっていう気持ちになるね。丸亀製麺で半額240円食べてきました。なんかさっきもさ、今日丸亀製麺のなんか半額なんて、私でもほんと丸亀製麺にお店に行ったことが2回くらいしかなくて、なんか行きたい、うどん好きだし行きたいんだけど、なんかやっぱり一人でお店に入るという勇気、でも私あれ食べたことないんです、あのシェイクうどん、バズってたやつ、すごいさ発売前からさなんかすごい話題になっててさ気になってたんだけどさ、なんか結局丸亀製麺デビューできなかった。うどん、そう、具材がカップみたいなのに入っててシェイクして混ぜて食べれるやつ、美味しそうってか、なんかいいなって思った天ぷらは何が、天ぷらはねさつまいもです。でも天ぷらだったら何でも好きかも。あのなんか葉っぱ好き、天ぷらにされてる葉っぱ大好き。あとイカも大好き、かぼちゃ大好き、天ぷら好きですね。魚大好き、うん、鶏天も好き。天ぷらって美味しいよね。あの唐揚げと何が違うんでしたっけ、衣が違うの。天ぷらは何で揚げてるの、片栗粉、絶対違うよね、ごめん。小麦粉、あ、おっとやばいパン粉で揚げてるのはエビフライ、え、エビフライはパン粉で揚げてるよね。唐揚げは小麦粉、おっとっと
19歳、19年このように住み続けてきて、どうしよう。唐揚げは唐揚げ粉。え、あ、じゃあ唐揚げが結構変化球ってこと。天ぷらは天ぷら粉、唐揚げは唐揚げ粉。あ、え、じゃあ、え、どういうこと。小麦は、小麦で揚げてるのは何ですかね。小麦で揚げてるの、小麦、え、私さ、揚げ物したことないんですよ。やばいね、なんか今自分で言ってみてすごい言葉な気がしてきた。え、日本の皆さんに一回聞いてみたい。19歳で揚げ物したことない人いますか。めっちゃ恥ずかしいことこれって。え、どうしようどうしよう。なんかさ、いや私ないんだけど、ある。逆にみんなあるの。19歳で揚げ物したことあります。一人でだよ。そのお父さんお母さんとかに見守られながらとかじゃなくて、調理実習で揚げなかった。いや揚げなかった。調理実習、確かに学校の調理実習とかで揚げ物あってもいいよね。私なかったの。ないです、ない。あ、結構ない人いるよ。え、揚げ物したい。老化物資とか言ってる人いるそうだよね。なんかきっと良質な油じゃないと、なんか老化とかそういう酸化とかなんかするんだよねきっと。いや、そうは言われてもさ、揚げ物はしたいじゃん。てか多分今後生きていくためにした方がいいよ。揚げ物したい。どうしたらいいんだろう。高温調理は吹ける。そうなの、本当に言ってる。9月末の KFB 祭り2023出演を目指。あ、そうなんですよ。やった、出てたもん。 KFB 祭りさん出させていただく。福島ですね。福島に行くのめっちゃ久しぶり。なんか小さい時、小さいって言っても小学校高学年くらい、中学生、いや小学校高学年だくらいの時に、なんか会津の方に行ったの。なんかあの八重の桜のお城に遊びに行ったことがあって、家族で。そうなんですよ。それが私の福島の記憶です。はい隣の県なので連れてってもらいました。なんか八重の桜だった。そう、そうだよね。新潟は東北ではないんですよね。関東甲信越なのか、あれはなんていうの、中部に入ったりしなかったりみたいな、まあ、日本海側の。明日初めておしゃべり会参加します。あー嬉しい、ありがとう、待ってますね。ありがとうね。オンラインおしゃべり会が明日あります。24日はオフラインなんですけど、みんな来てくれるかしら。待ってるわね。新幹線で行けないけど近いんだ。そうだね、そうなんですよ。なんか富山とか
もう隣の県だけど結構時間かかるんですよね、行くのに。新幹線がないから待ったもんじゃろうね。もう富山行きたいな。そう、イカさんが富山のお仕事で連れてってってくださった、連れてってってくださったことが何回かあって、その時に食べたかりんとうまんじゅうの味が忘れられません。かりんとうまんじゅうというものの存在を富山で初めて知ったんですけど、全国各地にかりんとうまんじゅうがあるなんて知らなかったんですけど、でもあのかりんとうまんじゅうが私の中でナンバーワンです。かりじゅわなんですよ。もうあのかりんとうまんじゅうが美味しすぎて、ホテルで泊まっててメンバーと買いに行きました。そう、もうそのかりじわが持つのはほんとほぼ1日くらいなんですよ。もうそんなに何日も持たないので、出来たてが一番美味しいんですけど、そのかりんとうまんじゅうをまた食べたいですね。はい、本当に結構感動レベルだった。めちゃめちゃあのかりんとうまんじゅうのために富山に移住してもいいと思うくらい感動した。もうしばらくあのかりんとうまんじゅうなかったら私ってどうやって生きていくんだろうってすごい思ってたくらい、めちゃめちゃ美味しいかりんとうまんじゅうだったんですよ。そう、だからさ、かりんとうまんじゅうのために行きたいんだよね。お取り寄せできるのかな。でも発送とかなんか本当でももうそのめちゃくちゃ美味しい時間がタイムリミットが迫ってくるから、もう私あれ食べれなかった、あのブラックラーメンみたいな、富山ブラック、富山のもう味がめちゃめちゃ濃いラーメン、あと白エビバーガーも食べれなかった。白エビは食べれた気がする。とかあの昆布パン、懐かしい懐かしい。そう、なんか北条図カンタータっていう映画に出させていただいてた時とかに何回か新潟と富山を行ったり来たりして、あとキトキュンさんね、出演させていただいた時とかに、あー懐かしいな。でもあれももうほんとめっちゃ前だよ、私まだ中学生だもん、まだ中3だったと思う。そう、 TDC コンサート終わりくらいだから中3でしたね。やばっ。そう、福島県行かせていただきます。福島、福島、わかる。富山のマス寿司は私も好きです。あと私はね、カンコンタンが大好き。カンコンタンっていう富山の有名なお土産というかお菓子なんですけど、昨日リカさんの差し入れでいただいて感動しました。カンコンタン大好きなんです。カンコンタンだよ、カンコンタンだよ。なんか漢字でカンコンタンって書かれてて、え？どういうお菓子なんだろうって、結構渋いのかなってっていうイメージなんですけど、なんか洋菓子みたいな、ふわふわの生地の中に栗
クリーム入ってます。めっちゃ美味しい。私なんかすごい優しい甘さなんです。ガツンとというよりかほんとふわって感じ、ふわって感じです。さあおすすめ、確かに隣県行きたいですね。長野にもお仕事でしか行ったことがないですし、あの城山動物園にね行かせていただいたんですよ。まさか私も行ける日が来ると思ってなかったんだけどさ、まさかなんと行けたんだよね、そば部で。なんだけど別にその自由に動ける時間があったわけでもないから、でも旅館に泊まったんだけど、それが本当に良かった、豪華だったご飯。あ、萩の月に似てる、そうかも。そう、いやなんかね、そば部いいよね。でももうさ、月日流れたんで、月日流れたんで、そう、でも本当に旅行に行けてないっていうのをこの前も話したけど、なんかそんなこと考えてもなかった。最近旅行行ってないなとか、なんかその旅行という概念がなかった。でも確かに本当になんか私新潟か泊まりに行くって言うと仕事、お仕事の東京だけだから、なんかね全然そうなんですよ。それってさ、旅行とかさ、いやなんかね、なんかまあすっごいやる気になればすっごいやる気出したら旅行は行けると思うんですよ。でもすっごくやる気出さないといけないと思う。そう、なんかだからそこまでこうなんか旅行の魅力すらも私はもう忘れかけてしまっているんですよ。もうグループに入ってから旅行に行ってないから、もう5年以上旅行に行ってないんですね。だから旅行の楽しさとか魅力とかなんかきっともう忘れてて、そこまで行きたい、なんか自分で計画して自分で行きたい、何プラン考えたりとか、なんか宿を取ってとか、そこまでして行きたいと思う、なんか誰かがやってくれるんだったらみたいな。すいません、おこがましい、厚かましい、ずうずうしいなんですけど、うん、なんかいやめっちゃ本気出すっていうのはなんかやっぱマネージャーさんにじゃあその日にちを確認しないといけない。でも本当に先々の予定がわからないから、そうそう、来月ね何してるのかっていうのはねわかんないんですよね。おしゃべり会の日程くらいしかね決まってないと思うんだよね本当に。でもなんだかんだそのバタバタしてるんですよ。でもまあ9月もなんかねなんだかんだね新潟、はい、なんかまあなのでその直前にならないとわからないみたいな。だから旅行とか本当にまあたまになんか行ってるメンバー見るとさ、えどうやったんだろう、すごい行動力だなってめっちゃ思うんだよね旅行に。だってなんかもうオフとかさ結構もうこの日オフだって確定するのって本当もう数日前だから、あ全然あのフローラさん
いつも感謝ありがとうございますの全然文句とかじゃなくて、本当に文句とそういうことじゃなくて、なんかもうしょうがないんですよ。そう、数日前にならないとこの日絶対オフだって分かんない。まあでもその言えばこの日はプライベートの用事があるのでって言えば調節はしていただけると思うんですよ。そのフローラさんの手の届く範囲のことならとか、まあそのお仕事に関わってくださる方々によってになってくるんですけど、だからなんかまあ用事がある、この日は美容院を予約してるとか、なんかこう皮膚科に行く予約をしてると、なんかそのなんかそういうね、皆さんメンテナンスあるじゃないですか、もろもろね。だからそういうのは言うとか、まあそんな感じかな。でも旅行に本当に行くってなったら一回、そうですね、旅行に行ってくるんでみたいな旅行に行ってくるんで、じゃって一大決心だね、うん、でもなんかめんどくさがり屋だって認めたくないんですけど、でも旅行に行くとしたら結構一緒に行ってくれる友達とかがなんかスポットとか行く場所とか決めてくれた方が嬉しいいやでも私が決めてもいいんだけど、なんか違うのよ、なんかそれで心の中でそこ行く、あんまはなんか乗り気じゃないんだけどなみたいな、なんかあの口ではああいいねってはるかに任せたんだからそんな文句言えないよなって思いながらいられたら悲しいから、どっちかというと私は相手に合わせたいって思っちゃうので、そうそう、だから行く場所回る場所とかは任せたいですね。だってなんか私がさ、なんか私は縄文時代の土器が見たいですって言ってもさ、なんか私弥生がいいんだけどみたいな、そういうことをさ実は心の中で思ってるかもしれないじゃんだからさ、なんかそう思うとなんか気を使わせちゃってるわけじゃん、相手は本当はこっちがいいのに。でもまあ任せたのは私だからはるかに合わせようって思われてたらさ、なんか申し訳ないなと思って、そうだからそれがあるからやっぱりちょい時代が違ううん、例えです、例えですから、例えですって、例えですって、だからそうそう、あのブドウ狩り、ブドウ狩りに、私はブドウ狩りに行きたい、これは本当の気持ち、私ブドウ狩り行きたいです、ブドウ狩り行きたい、でもじゃあその友達は日焼けしたくないなって思ってたとしたらさ、
申し訳ないじゃん。バスツアーとか面白い。ああ、でもなんかどうなんだろう、私そういう系したことないです。バスツアー、そのガイドさんとかがいてくれてみんなでそうやって回っていくみたいな、ない。楽しいのかな。でもなんかさ、バスに揺られてたり、なんかプライベートだけど集団行動しないといけないのが私向いてるのかわかんない。なんかこう今はまだ車に座ってたいなみたいな気分の時とかあるじゃん。とかもうちょっと見ていたいなとか、なんか何時になったら最終号でお願いしますね皆さんとか言われて、なんかそれなんかちょっと学校っぽいじゃないですか。なんかそれが私は向いてるのかわかんないですね。でもそっちの方がプランとかはやってくれるから楽そうだよね。ありえないことで片付けたくない。ここ頑張って歌ってたんだよ昨日。あとノーアメン、ノーアメン、ノーアメン、まさかなんて、めっちゃ歌ってたんだよ。ぶどう狩り行きたい。あのシロネの白根グレープガーデン行きたい。小学校の時にみんなで行ってめっちゃ楽しかった。なんかぶどう狩りでいろんな種類のぶどう食べれたし、なんかぶどうとかフルーツ使った甘い系のピザとか作った。美味しかったし、なんか焼肉もできて、あとウサギさんとかがいて一緒に遊べるの最高じゃない。そこ行きたいんだよね。もうそれももうね、小学校の記憶、私にとってはねつい最近の記憶だけどね。もうあの頃の友達はみんな今は大学生、エンジョイしてるんだ。あの頃の友達は私にはあの時の友達がすごく存在が大きいけど、その友達にとって私なんてもうちっぽけな存在、いてもいなくたって、いてもいなくていてもいなくても変わらないくらいのちっぽけな友達ですなんかすごい花火飛んできた、ありがとうございます。すごいありがとうね。そうなんだよ。だからね、もう、そうだよ。でも成人式になったらもしかしたら小学校の友達と会うかもしれないからね。私小学校卒業してからずっとそれを楽しみに生きてるんだよ。二十歳になったらみんなと再会できるかなって思って。でもさ、私ほどそれを思いながらここまで来た人ってさ、小学校の中でいないと思うんだよね絶対学年で一番さ小学校に未練がある人だと思うんだ私。絶対そう、自信しかない。なんかさ、小学校、その行ってた小学校の目の前とかさたまに通るんですけど、あの別に意図して通ってるわけじゃないですよ、そんななんかでもそのふっと通る時があるんだけど、なんかもちろんもう小学校卒業してからもうね7年6年くらい経ってるから、あの私が小学校6年生の時に小学校1年生だった子ももう中学2年生、今やばっ、やばっ、それってめっちゃやばい、あんなみんな赤ちゃんみたいだったのに
あのピヨピヨしてた子たちがもう中2なのか、それはすごいな。そうだから私のことを知ってる人なんてその小学校に誰もいないし、先生もほとんど変わってるし、なんかこう学校のこう若干外装も若干こうあれこんなものあったっけみたいなのとか取り付けられてたりとかするから、すごいね、なんかあなんだろう、その建物が一緒でも名前が一緒でも人がもうガラッと変わってて、あの頃のこう小学校を知ってる人ってもういないし、なんか私が母校だからといってあやっほー久しぶりって言ったところでえ誰やねんってなるじゃないですか。だからすごいそれを思ったら寂しいなって思って、でも人なんてみんなそんなもんだよきっと。もうね私は知ってる、私は知ってる。もう最後離れ離れに、ね、なるときねまた会おうねとか忘れないからねみたいな、すごい本心でそう言ってたとしてもね、もう6年7年後見てごらんなさいよ、私一人だけその時の気持ちをね引きずってるんですよ。私だけだよ絶対に、周りのね同級生は絶対そんなことないそう、本当にそういうところある。誰が、私が、なんか世の中わかんないですけど、なんかねそうなんですよ、私だけずっと引きずってるの多分だけど、他のクラスメートは今に夢中に生きてるというのに。そうで、どうせみんな私のことなんてまあ別にそこまで、私だってそのなんか毎日クラスメート一人一人の顔と名前を思い出してたりする、そういうことそこまで重くはないんですけど、さすがにね。でもでもなんか小学校とかさ、ふとさ思い出す時あるじゃん。でもさ、なんかみんなさ、なんかあすごい今を楽しんで、噂とか聞いたりたまにするんですけど、なんか私の知らない友達がいるみんなみたいな、中学校高校大学とかでできた友達なんだなとか、私が知らないこと超仲いい写真だなとか重っ。そう、いやちょっとは思うでしょさすがに。みんなもそういうだなとは思うんじゃない、まあ、知らない、自分知らない人だな、この LINE のプロフィールの人とか、そういうことはさあるでしょ普通にね。知らない、まあいいんだけど、いいよ。私は卒業式の時にこうなんか在校生と卒業生の掛け合いみたいなのとかもみんなで最後に合唱してたのも時の気持ちとかも結構覚えてる。あと卒業式練習とかも結構思い出に残ってます。あのなんか二人一組とかで歩いてカクカク動くんですよ、角でピシッ、大きい返事しなさいって言われてたり。小学校の卒業式練習ってめっちゃ念入りなんですよ本当に
暇なのって思うくらい、ね、まあ実際小学校だからそうなんだろうけど、めっちゃ卒業式リハーサルすごいすごいよ。もうなんかね、だからなんか私はその卒業式リハからとっても感慨深いなと思ってたそうだよ、わかる。小学校の校歌だけやけに覚えてるのめっちゃわかる。小学校の校歌今でも歌えるもん。中学もギリ歌える。でも高校で校歌を一回も歌ったことがなくって、私知らないんですよね。でも高校の校歌、そのコロナ禍だったからかな、校歌を歌う機会が一回もなくって、で卒業式も校歌は流したんですよ。なんとそう歌わなかった卒業式で、卒業式の時に校歌、何成長っていうのあれ、静かに聞く、なんか聞いて、いい曲ってそうそうそう、あこれが我が高校の校歌だったのか、今日で卒業するけどみたいな。そうそう、一回も歌ったことないからね、分かんなかったんですよねいい曲やばいよね。そうみんなみんなそんな感じだったよ。でもお結構いい曲だねみたいな効果をさ、そうそう、だからすごいえ何だったんだろうね。本当に高校が今考えても一番意味の分かんなかった3年間だった。なんか動こうとしなければここまで3年間こう同じ場所で月日を重ねても人との距離も縮まらないし、なんかあまりこう何も思い入れとかもあまり生まれないんだな。なんかでも教室とかその学校っていう空気感とか物に対して、あと校舎とかに対しての情みたいなのは私は結構湧くタイプなんですよ。だから多分一人暮らしとかしてもそのマンションとかアパートとかから引っ越す時に毎回すごいうーってなってると思う。そうなんかそう思う。だから学校でも友達は本当いなかったから、なんかたまたま放課後私一人だけ残ってる時とかに教室と写真を撮ったりとか、黒板の写真を撮っておいたりとか、ここが私の机ですって言いながら写真を撮ってたりとかはしてました。誰にも見せないんですけど、自分の鑑賞用で。そう青春だねWW つけないで、青春だねってバカにしてるじゃん。こんばんはこんばんは。そうだよ、もうほんと3年間ね、まあ学校にほとんど行けてなかったっていうのもある。もうほとんどではないよ、高校1年生の時は割と行ってた。でも高2の4月くらいに多分オーサムで初めてセンターにならせていただいてから、やっぱりシングル関係の動きとかも、そこからさ半年、ほぼ半年に1回ペースでシングルとかアルバムとか出させていただいてたからっていうのもあってさ、ちょっと高校1年生の1年間より
高校 2,3 年生はバタバタしてたんです。そうだからね、高校1年生の時、あ、違うわ、高校2年生の時だけ体育祭にギリ参加して、なんか絶対参加できないだろうなって思ってたから、練習とかもほぼ行けてなくって、だからなんかぶっつけ本番みたいな、まず自分が何の競技に振り分けられてるのかもよくわかんないけど、なんかちょっと優しい女の子とかが、はるかちゃんこれだよって言われて、あ、ありがとうで全然できないみたいな、そう、なんかクラスでなんかチームごとのなんかダンスみたいなのとかもあのよく分かんなかったから、すごい合わせてたそう、すごいなんかえ、おう、よいしょよいしょみたいな、だからでも楽しかったです。なんか私はその空気感がすごい好き、体育祭の空気とかめっちゃ好き。中学校はちゃんと友達がいたからもっと楽しかったけど、なんか体育祭っていうなんか空気感がいいですよね。青春してるんだなっていう感じ。でももうそれを味わうことは私はないんだなって、まあ味わうとしたら何、弟の体育祭とか。でも弟ももう高校2年生なので、もうあと1回ですね、ラスト体育祭。なんかそうそう、高校でもなんか体育祭に行った時はそのなんかすごい、普段は学校生活では交わらないような、なんか本当にめっちゃ陽キャな方々がいるんですよ、体育祭に。でなんか私のこととかも知ってたりするのかな。でもうなんかこうすごいね、誰かわかんないね、なんか写真撮りましょうよって言われて、あ、いやちょっとそういうのはすいませんみたいなびっくりしちゃって、もっとちゃんとささらっと言えばよかった、あ、ごめんね、そういうのできないんだね、ごめんねみたいな、なんか違う、なんかもっと慣れた感じで言いたかった、あ、ごめんね、無理、あ、ごめんね、できないんだみたいな。でもちょっとえ、あ、すいません、無理です、ごめんなさいみたいな感じで走って逃げたそう、ちょっとさ、でもなんか急にさ誰かもなんかまずさ名乗ってほしいよね、なんかそうなったの名は何ぞやって思うじゃん。そうそうそう、なんか友達と撮るはさあれだけど、友達じゃない人じゃん、なんかなんか話しかける、まず普通にさ初めましての人とさ話すとなったらさ自己紹介から始めないとだよね。いやなんかもしそれでさ一日でさあの仲良しになってさ友達ってなったらさ
まあ友達になってもいいかもしれないけどさ私も友達は欲しい、どっちかというと欲しいからね。でもでもなあ、どうするんだろうねそういう時って。でもなんか本当に難しい。アイドルをしながらさ、学校で友達を作るってなんか難しいって思ってた。友達欲しい。いやそうだよね。でもなんか私は最近やっぱ友達欲しいって言うんだけど、まあ詳しくはちゃんとその信頼できる友達ですよね。そう、誰でもかんでもね友達になったらいいわけじゃないから。そうだよ、私めっちゃ真面目、めっちゃってつかなくてもいいけど、まあ真面目な人、なんか一般的な感覚に戻そうと思えば戻せるかもしれないけど、戻したくない気持ちも働いてしまっていて、だからなんかちょっと変なんだけど、でもこんな変な私とも、あのこれからも末永く皆さんあの引かないではい。いやでもね、私のお父さんは会社とかではすごいすごいこう信頼を置かれてるらしいです、お母さん曰く。あとなんか部下の方とか曰く、その部下の方とめっちゃ仲良く話してるわけではなくて、その昔お家に来てくださった時に言ってた。はい、だからすごいこうなんか大人の方と、外の大人の方と話してる時とかはなんだろう、ちゃんと話してる、お父さんは。だしすごい常識があるし、すごく集中力が高い。今ねお父さんのいいところ言ってる。そう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 、常識、めちゃめちゃ固い常識人って感じですね。まあ、だから私もルールはルール、みんなが守るルールはみんなが守ってる、私も守る、みんなも守る、当たり前のことは当たり前にするっていう、結構箱入り娘に育ったのはきっとお父さん、そしてお母さんの育て方の方針であるし、まあ本当多分いろんな要素が混ざってなんか不思議な成人が生まれてしまったっていうのがきっと私なんだろうけど、でもそのなんかこの社会で生きていくために必要な感覚とかっていうのはもちろん両親がね教えてくださったことなので、そこは本当に感謝してます。はい、ということでやばいな。そうだよね、そうだよね、大丈夫、あのみんな傷つかないでください。そうなんだよ、なんかね、じゃあ男女の皆さん呼びますね。13位まえちゃんさん、12位クッキーモンスターメガネさん、11位イカッチさん、10位 JJ さん、9位サカケンさん、8位カツさん、7位ヒラリさん、6位マキマキさん、5位キヨさん、4位オショウさん、3位ヒヨポンさん、2位トシヤさん、1位カンクロウさんです。ありがとうございます。はい、ということで、明日はオンラインおしゃべり会があるので、来てくださる方は寝坊せずに来てください。あと公演もねあるので、公演もめっちゃ頑張ります。9月なった、心機一転っていう感じがすごくするので、 NGT がどんどん新しくなっていくね、私たちも強く強く前に進むしかない
から NGT がね、ちゃんとみんなが応援しててめっちゃ楽しいな、 NGT 最高だなってなるように頑張るから、これからも応援してくれたら嬉しいなと思ってます。はい、ということで、ね、でよろしくお願いします。じゃあみんな今日も見てくれてありがとうございました。また明日お会いできる方楽しみにしてます。またね、バイバーイ